福永祐一騎手騎乗7番のアクスビ、アスクビバユー2倍ちょうどです。東京競馬5レースメイクデビュー東京2歳新馬芝 1800m11 頭立てです。東京競馬場天候の発表が小雨になりました。先ほどよりもややしっかりとした雨足になってきたようです。今日この後控える秋の天皇賞に向けて馬場状態に影響を与えるほど降るのかどうか気になります。現在芝コースはコンディション良です。2コーナーでの枠入りが進んでいます。奇数番号で今入っていなかったアスクビバユーが促されて入りました。朝方からずっと上空には雲が広がっていて、その雲の位置がだんだんと下がってきています。低く垂れ込めるどんよりとした雲、その雲から雨が落ちてきています。さあ枠入りは10番のダノンアリエスが入って最後です。カガギムレットが後ろで待っています。11番のゲートにカガギムレットが促されて入ります。雨の中11頭の枠入りが終わりました。スタートしました。7番アスクビバユータイミング合わず後方から、まず先行争いは2番アレグロモデラート、3番ティズグロリアス、外から11番カガギムレット、勢いがついてカガギムレットが先頭に立って周回コース向こう正面へと入っていきました。リード2馬身2馬身半と広げていきます。10番ダノンアリエスが2番手につけて、その外目3番ティズグロリアス3番手、4番手に控えた2番のアレグロモデラートです。向こう正面中ほどへ、アレグロモデラートに接近した5番のサトノレギオンが追走、中段インコース4番ルージュリナージュ並んで8番ビルトブローム。向かってきます。11番カガギムレットが先頭、依然リードは2馬身馬体を離して外、10番ダノンアリエスが2番手、残り400坂を登ってくる。さらには3番ディズグロリアス、前は3頭広がって追い比べを演じている。この各馬の間を狙うように5番のサトノレギオンが伸びてきて、1番外は6番のジャスパージェット、横に広がって200を切りました。さあ内から3頭目、今度は5番のサトノレギオンが先頭に変わるか。3番ティズグロリアス、6番ジャスパージェット、3頭の争いは3番ティズグロリアス、内5番のサトノレギオン、並んだ並んでゴリ。3番ティズグロリアスか5番サトノレギオンか、その外6番のジャスパージェットは3番手。1分53秒にスローペース決めて勝負になりました。東京5レース、東京競馬第3競争2歳未勝利戦芝コース 1800m 出走馬9頭です。東京競馬場雨が降り続いています。現在はまだ芝コースやや重です。ダート枠入りは順調です。今朝日が収まります。最後は9番エテルナ、エテルナが今収まります。スタートしました。ばらついたスタート、好スタートは8番星雲プラチナ、これを制して6番のギャラクシーナイト出ていきます。2コーナーをカーブしていきます。3番手は今5番コンクエストで2コーナーをカーブして向こう正面に入りました。その後4番手は外、7番の曇りなきマナコです。前が4頭、その後は3馬身差、3頭固まって9番エテルナ上がっていきます。内は4番フォーグッド、そして2番の朝日は中段です。その後は3馬身差2頭、1番のスピードクイーン、
コースに向かいます。6番のギャラクシーナイト逃げています。リードが半馬身1馬身、8番星雲プラチナが2番手です。残り 400m 今通過しました。あとは追い込んでくる4番のフォーグッド、外からは9番のエテルナ追い込んでくる、そして外に持ち出してようやく追い込み体勢2番の朝日です。さあ先頭は頑張っている6番ギャラクシーナイト、残り200を通過した。あとはずらーっと広がって追い込んできた4番のフォーグッド、外からは2番の朝日、朝日が捉えた、朝日先頭だ、2番手ギャラクシーナイト、朝日ゴールイン、朝日断然の人気に応えました。勝ち時計1分52秒2です。逃げた6番ギャラクシーナイト2番手、あとは4番フォーグッド3番手。東京競馬5レースメイクデビュー東京2歳新馬芝 1800m 9頭立てです。今日は5レース6レースと新馬戦が組まれています。5レースはメイクデビュー東京芝 1800m の新馬戦です。9頭の枠入りが2コーナー行われておりまして最後です。エコロブレイブが9番ゲートに促されます。入って9頭ゲートに揃いました。スタートしました。バラバラのスタートです。まず2コーナーを目指して先行争い、7番ハルディーンがじわりという感じで前に出ました。ハルディーン先頭に立って周回コースに合流します。2番手が外8番オーケンボルト、先頭を追いかけて向こう正面、3番手は2馬身差で5番エンパイアウエスト、また1馬身差で4番手は3番マッハインファイト、5番手4番のトリプルスリルが追走で、これに並んでいった9番のエコロブレイブです。この2頭の1馬身後ろが1番ベッサスタージル、後ろ2頭はやや離れました。3馬身差で2番ハーモニータイタン、また3馬身差で2番ハーモニータイタン、4コーナーカーブブレスク1頭後方に遅れています。直線に入って先頭7番ハルディーン、リード2馬身を保っています。2番手から追う8番オーケンボルト、残り400坂を登ってきます。3番手追い出しに入った5番エンパイアウエスト、現在3番手の一角、さらには並んで9番エコロブレイブが追ってきます。横に広がってきて坂を登りきる、今度は先頭8番オーケンボルトに代わってこれを追って5番のエンパイアウエスト、並んで捉えます。9番エコロブレイブも追いすがって現在3番手、5番エンパイアウエストが抜けました。5番エンパイアウエストゴリ、2着は8番オーケンボルト、3着9番エコロブレイブ、人気に応えてデビュー勝ち。5番のエンパイアウエストはドゥラメンテの3区です。東京競馬サンレース牝馬限定の2歳未勝利芝 1800m、15頭が出走して行われます。上空の雲の切れ間から日差しが出てきました。先ほどよりも場内明るくなっている東京競馬場です。ただ気温は今日はそれほど上がってきていません。少し風が出てきて、その風が冷たさを運んできます。フレンドショコラ最後の枠入り15頭ゲートに揃いました。スタートしました。ややばらついたスタート、先行争い2コーナーを目指して内から3番ピンキービンキーやや促して、真ん中は9番グランスラムアスク、周回コースに合流するところでグランスラムアスクが先頭に立って向こう正面に入っていきました。控えて3番ピンキービンキーに並んだ14番ミュステリオン、2番手2頭2馬身差の4番手7番ストーリアです。1馬身後ろ5番手インコースが1番ロジマギーゴー、直後10番アレグロモデラート、中段追走は6番の北のズーナクアを中に、内4番コイマリ、外13番南洋アゼリア、8番カルチェリのイオリがこのグループを。4コーナーカーブ、これから直線コースに向きます。グランスラムアスクが依然先頭、リードを2馬身取っています。2番手からピンキーウィンキー、14番ミュステリオン、
前に接近、残り400を切りました。4番手からストーリアも追い出しに入って、さらには外からはアレグロモデラーと横に広がってきた。坂を登ってくる、まだ頑張っている9番グランスラムアスク、並びかける3番ピンキービンキー、200を切りました。追って7番ストーリア、10番アレグロモデラーと、しかしまだ頑張る9番グランスラムアスク、リードを1馬身キープ。ピンキービンキー2番手、接近ストーリア、2着争いだ。グランスラムアスクゴリ、7番ストーリア最後2着に上がったようです。3着争い接戦、ピンキービンキー、アレグロモデラーと古川奈穂騎手、これが東京コース初騎乗でグランスラム。このメンバーは18頭フルゲートで行われます。天候の発表、小雨、芝ダートともに寮のコンディション。朝方第一レースの時間帯には小雨が降って、そこから一旦は日差しが出たんですが、また雲が広がって雨が降ったり止んだりを繰り返しています東京競馬場。現在は雨の勢いはそれほどありません。少し冷たい風が吹いています東京競馬場です。ゲート入り、向正面の右手、2コーナーからのシュート、ポケット地点です。さて順調に行われて、最後は18番ヤマニンクラビーヤ、ゆっくりと収まって、全馬ゲートの中スタートしました。高ダッシュは内から3番バリューテイラーが切って、早くも3馬身リード。2コーナーを迎えますが、差を縮めていって9番サルサロッサが2番手です。第2コーナーを回って、これから向こう上面へ、3番手外13番岩国、4番手馬群の中8番ライラックです。前から5投目4番シエルアグランデ、そして2馬身後方3頭広がって、内側7番サトノクローネ、そして12番オーエンズデソーロ、外は17番フロックスです。中段に2番リネンスイング、そして11番サンセットクラウド、馬群の中内から接近6番エピファニーです。その2頭の直後に14番バック内は4番シューラグランデ、第4コーナーをカーブ直線に向いています。前は粘っている3番のバリューテイラー、2馬身のリード、2番手9番サルサロッサ、残り 400m 坂を上がって、さらには8番ライラック、3番手から2番手に上がってきた。その後方4馬身遅れて6番エピファニー、そして11番サンセットクラウドはまだ中段馬群でもがいている。残り200を切って先頭8番ライラックに変わった。1馬身半2馬身リード、2番手3番バリューテイラー、追い上げて6番エピファニー、3番手から2番手先頭を追っているが、先頭8番ライラックデビュー勝ち合理、2着6番エピファニー、開いて3着に3番バリューテイラーです。結局11番サンセットクラウドは伸びず、タイムは1分50秒1、勝ったのは8番。東京競馬第9競争 IB ステークス、2歳オープンリステッド競争、芝の 1800m、 出走馬8頭で争われます。2コーナーから伸びたシュートからのスタートです。枠入り順調、早くも8番ケッツァー向かいます。ケッツァーがゲートの直後少し立ち止まります。後ろに下がってもう一度、さあ今度はどうでしょうか。促して今収まりました。係員離れます。スタートしました。1番グランシエロ後方です。他の各馬はまずまずのスタート。さあ先行争い、
まだ固まっていますが、まずは外からスーッと8番ケッツァーが先頭に立ちます。体半分のリード、内から2番のハスクビクターモアが2番手につけて、それから半馬身3番ルージュラテール3番手向こう上面です。それに外4番ドーデュースが並んでいきますが、2番手は3頭ほぼ1段、それから2馬身差5番のブラックボイス、半馬身内から差を詰めて7番トーセンクレセント、3馬身差後方2頭は内が6番コーラルパール、外に1番グランシエロ並んで後方進んで、4番ドーデュースが並んでいって4コーナーをカーブ直線へ、その後ろに5番のブラックボイス、さあ逃げる8番ケッツァー、残り400の標識を通過、その外から3番ルージュラテール、さらに4番ドーデュース楽な手応え、その間を狙うのが2番のアスクビクターモア、その後ろには当選クレセント、さらには5番のブラックボイス、坂を駆け上がってあと200を通過、4番ドーデュースが抜けた、大外1番グランシエロが突っ込んでくる、最内からは2番のアスクビクターモア、前3頭の争いとなったが4番ドーデュース、グランシエロ差を詰めるがドーデュースゴールイン、3番手が2番のアスクビクターモア、4番ドーデュースデビューから負けなし2連勝、アイビーステークスを制しました。外から差を詰めた1番グランシエロ、2番手最内をついた2番、東京競馬第5競走メイクデビュー東京2歳新馬戦、芝の 1800m12 頭で争われます。2コーナーから伸びたシュートからのスタートです。上空また少し雲が広がってきました。芝ダート量の発表、5レース新馬戦全馬デビュー戦を迎えています。枠入りは順調です。2番のベストフィーリング向かいます。あと1頭12番ロジマンボ、最後にゲートに向かいます。12番ロジマンボスムーズ収まって係員離れます。スタートしました。ロジマンボ後方から1番のドゥラドーレスもやや後ろ、さあ先行争い、まずは3番のレクレールドパリが出ていきます。外に並ぶ7番のノア、それから1馬身差3番手9番コマノフレア、半馬身その内から5番の6番のヤマニンライバリーが上がっていって、さらには内から2番のベストフィーリング、ここは3頭1段です。向こう上面に入っています。そしてその後ろ1馬身内から差を詰めて4番マルバジーヤ、外には10番カーテンタリアが並んで、1馬身半差中段から後ろ5番のマイネルストーク、外に8番のナイキグロ、1馬身内から1番のドゥラドーレス、それに接近する11番シュバリエール、最後方3馬身ぐらい空いて前へ、さあ前は広がってきました。外から9番コマノフレアが先頭か、その内から7番のノア、内では3番のレクレールドパリ粘って400を通過、3頭の外から10番カーペンタリア、そしてその4頭の間をついて2番のベストフィーリング、さらに外から1番のドゥラドーレスと外から5番のマイネルストークも追ってきた、200を通過して抜けたのは2番のベストフィーリング、内で7番ノア食い下がるがカーペンタリア、さらに1番ドゥラドーレス、ドゥラドーレスが伸びた、ベストフィーリング2番手ゴールイン、3番手10番カーペンタリア、外から1番ドゥラドーレス差し切って新馬勝ち、先に抜けた2番のベストフィーリング。東京競馬場第4レース2歳未勝利芝コース1800メートル、出走メンバーは10頭です。第2コーナーから引き込まれたシュート、ポケット視点でのゲート入り順調に行われています。今日はいいお天気、まさに競馬日和です。最後のゲート入り10番タイニープライド、
収まって実頭ゲートの中スタートしました。ポントコーダッシュ6番バリューテイラーが切って半馬身リード、内から1番ミステリオンが2番手、緩やかに2コーナーを回って向こう上面に出ようというところ、3番手から2番手に上がっていた9番フリューゲルホルンです。先頭6番バリューテイラー、2番手は9番フリューゲルホルンです。2馬身遅れて単独3番手1番ミステリオン、2馬身遅れて4番手4番岩国、直後に内3番アクナキ挑戦、外に7番ディープレイヤーです。中段後方に内2番ショーンヘイティ、外は10番のタイニープライド、後ろから2投目5番のアースロマンが行って最高峰1馬身差。第4コーナーをカーブ直線に向きました。前ですが依然として飛ばしている6番バリューテイラー、2馬身のリード、残り 400m 坂を上がって2番手9番フリューゲルホルンです。3馬身後方1番ミステリオン、外から7番ディープレイヤーが追い込んで4番手から3番手に上がっていく、その後方に8番エテルナ4番手に上がった、200を切って9番フリューゲルホルン先頭に変わるが、あっという間に7番ディープレイヤー捉えて先頭に変わった。7番ディープレイヤー先頭、2番手9番フリューゲルホルン、7番ディープレイヤー差し切ってゴール、2着9番フリューゲルホルン、3着8番のエテルナです。タイムは1分48秒7。7番 D プレイヤー中段やや後ろから前を捉え、東京競馬場第3レース2歳未勝利芝コース1800m、出走メンバーは12頭です。2コーナーから引き込まれたシュート、ポケット視点でのゲート入り順調に行われています。ひんやりとした風が緩やかに吹いています。最後のゲート入り12番当選シエロ向かって収まりました。12頭ゲートに収まってスタートしました。コースタートは10番シルバーサドルが切っていますが、まだ1段です。4番ヤマニンライバリー、そして内1番エピファニーも前、前は固まって第2コーナーを迎えます。先頭に立ったのは4番ヤマニンライバリー、リードは4分の3馬身、2番手は5番メンアットワークで向こう上面です。外は並んで7番エレウテリア、2番手3番手、4番手につけた1番エピファニー、先頭との差は3馬身、2馬身離れて前から5投目10番シルバーサドル、3馬身離れまして12番当選シエロ、さらに2馬身半差その後ろに10番シルバーサドル、直線の攻防坂を上がっていきますが、先頭は4番ヤマニンライバリー、400を切っています。外からは12番当選シエロ、間は5番メンアットワーク、1番エピファニー伸びはどうか、現在は6、7番手、2番手から先頭を追っているのは9番サンストックトン、今度は先頭か200を切って、内は12番当選シエロ、9番サンストックトン先頭、2番手は12番当選シエロ、4馬身離れて3番エテルナ3番手に上がってきた、ようやく1番エピファニー4番手、先頭は9番サンストックトン合理、2着12番当選シエロ、3着接戦1番エピファニー上がったが内3番のエテルナか、接戦の3着争い1分48秒4で抜けた。真ん中から好ダッシュは8番のパラダイスレーン、さらには7番モカフラワー、6番コスモテンペスタ3頭をしかし制して一気に11番ソングフォーユーかわして逃げていきます。2コーナーからバックストレッチへ出ました。リードを1馬身追って2番手に10番名勝ジブリ、この後ろ13番トーセンベリテ、14番ピンクペッパー、内から7番モカフラワーが追い上げてきました。中段の前のグループに6番コスモテンペスタ、8番パラダイスレーン、外目に12番インダストリアが続いています。先頭までは6馬身ぐらいです。この2馬身後ろからは2番のバンドール、4番のキングスレイヤー、
をカーブして直線コースへと向かいます。11番ソングフォーユー逃げてリードを1馬身キープ、残り400を切るところ、この内から徐々に上がってくる7番のモカフラワー、外からは10番の名勝ジブリ前に並んできました。この外からは徐々に追い上げる12番のインダストリア坂を登ってきて、その後ろからは13番当選ベルテレスが残り200を切って、広がった追い比べ最内から抜け出しを図る7番のモカフラワーに名勝ジブリ、2頭の外から12番のインダストリアが伸びてくる、モカフラワー、インダストリア2頭が並んでゴール、3着に10番名勝ジブリ。東京競馬第4競走2歳未勝利戦、芝の 1800m15 頭で争われます。2コーナーから伸びたシュートからのスタート、朝からいいお天気です。青空の下、明るい日差しを受けながらの枠入り、各馬順調に馬体を収めていきます。4番鈴波、10番エンペザー、14番当選ビースト、枠入りがスムーズに進んで最後15番シーグラス、シーグラスもスムーズ、15頭全馬ゲートの中スタートしました。フィアーミーが後方、若干ワープスピードも後ろでした。さあ先行争い、2コーナーのカーブに入ってまだ固まっていますが、8番セイウンプラチナがスーッと出ていきます。リードは1馬身、2番手に9番ダンディジャックがつけて、半馬身内から迫る2番のエスペラント、3番手それから半馬身外に10番エンペザー、向こう正面です。1馬身ハンサスの後ろ7番湘南マグマ、1馬身13番ブルボンティアラが行って、半馬身内から6番パフオブインド、1馬身中段外目12番のシュバルツバイスがつけて、それから1馬身半馬身内から4番直線へ。さあ先頭は8番セイウンプラチナ、外並んでいく9番ダンディジャック、さらにはエンペザーの外から7番の湘南マグマが追ってきた、そして最内は2番のエスペラント、前ちょっと狭いか、坂を駆け上がってくる抜けたのは7番湘南マグマ、内で8番のセイウンプラチナ食い下がって200を通過、10番エンペザーの内から伸びてくる2番のエスペラント、さらにはその後ろにはダンディジャック、大外からは11番のワープスピード、ようやく追い込んできた。さあ先頭は湘南マグマ、そして2番エスペラントは2番手に上がってゴールイン、3番手10番エンペザーにその11番ワープスピード、3番手が2頭接戦。東京競馬第4競走7番の湘南、東京競馬場第3レース、2歳未勝利、芝の 1800m 戦9頭立て、今週から芝は B コース、 A コース最内から 3m 外側に内柵が設置されています。 1,2 コーナーの中間点のあたり、枠入りは順調、あと1頭は9番コスモテンペスタ、収まって全馬ゲートの中スタートしました。若干8番北のズナクは後ろから、他はほぼ一段で、まず5番セイウンプラチナ先手を取りました。2コーナー外から6番ユイのごとく2番手に上がってきます。向こう正面に出たところ5番セイウンプラチナが行きました。リードを1馬身から2馬身、6番ユイのごとくは2番手先行策、3番手内から3番当選シエロ、9番コスモテンペスタ並んでいます。前の4頭です。1馬身差、前から5頭目が4番ノアチェリー、中段6番手インコース1番のシャンダス、この外に7番第5神竜、間に2番インダストリア、インダストリア4コーナーから直線に向かいます。5番セウンプラチナ逃げていますが、
馬体を離して6番ユイのごとく並びに行きます。残り400を通過。2頭の外目からは3番の当選シエロ、1番外から2番のインダストリア、一気に差し足を伸ばしてきて4番手3番手先頭を伺う勢い、その後ろから7番第5心理を追って200を切りました。ここで抜けれた6番のユイのごとくですが、一気に外から2番のインダストリア並んで捉える。1馬身リードを取ろうとする2番インダストリア抜け出してゴールイン。2着は6番のユイのごとく、前の2頭から開いて3番当選シエロ3着でした。東京競馬場第2レース、2歳未勝利、芝の 1800m 戦、出走メンバー12頭の一戦です。また少し日が陰ってきました東京競馬場。芝の緑も大変鮮やかな開催初日。明日はこの芝 1800m を舞台に毎日王冠の控える東京競馬場、スムーズに枠入り進んできて、あと1頭が12番レディナビゲーター、2コーナー付近ポケット全馬ゲートに揃います。スタートしました。まずは6番レボルト、いいスタートを切って押して先行していきます。内から接近する1番縁起だるま2番手、2コーナーから向こう正面に出ていくところ前の2頭抜けましたが、6番レボルトが先頭、リードを1馬身に広げてバックストレッチへ出ます。1番縁起だるまが2番手、3番手に上がってきた3番エールトゥーヘブン、3番手から2番手を伺います。前3頭この1馬身後ろ追い上げていった、8番星雲紫伝に外12番レリナビゲーター、前の集団固まってきました。この1馬身後ろ6番手集団に控える5番のスターゾーンは4番ユイのごとくも徐々に追い上げを開始、直線コースに向かいます。6番レボルトが逃げていますが差がなくなってエールトゥーヘブンがかわしに行って残り400を通過。2頭のうち最内を狙ってくる縁起だるま、この後ろから追い上げてくる奇跡のエンジェル、さらには12番のレリナビゲーター、外はユイのごとく一気に外から5番のスターズオンアースが追い上げてきて広がって残り200を切っての激戦ですが、外から5番のスターズオンアースが一気にかわして1馬身リードを取りました。ユイのごとくが2番手、外から迫るシャドワール、先頭5番スターズオンアースゴールイン。2番手はどうか、4番ユイのごとく、外から9番シャノワール、この2頭2、3着の争いが際どくなっています。東京競馬第6競走メイクデビュー東京2歳新馬戦、芝の 1800m9 頭で争われます。2コーナーから伸びたシュートからのスタートです。スカッと晴れ渡りました青空の下、今日デビューを迎えた9頭の枠入りが始まっています。3番のブレイク少し躊躇しましたが促されて今馬体を収めました。続いて1番のシルバリーリーブス、6番当選ソロモンと向かいます。当選ソロモンが少し後ろに下がります。促されて今馬体を収めました。続いて2番のサリエラ、8番タシットスムーズに来ます。4番トラストメイウェザもスムーズ。さあ枠入りは9番のテッシュトゥーラ、これが最後。9頭ゲートの中収まって体制完了。スタートしました。9番テッシュトゥーラ後方です。
6番の当選ソロモンも後ろから。さあ先行争い2コーナーのカーブ間からまずは4番トラストンメイベーサがじわっと出ますが、最内から2番のサリエラスーッと先頭に立ちます。リードを首ほど取りました。今半馬身1馬身広げて2番手に4番トラストンメイベーサ、半馬身外3番手が7番のサイルーンです。それから2馬身内から3番ブレイク、外は5番のフィルクローバーが並んで、それに半馬身外接近する8番のタシット、ここは3頭固まりました。あとは4馬身相手9番テッシトゥーラ、3馬身と相手1番のフィルバリストが4番手、抜けたのは2番のサリエラ、突き放してゴールイン。2番手7番サイルーン、3番手は4番トラストメイベーザ、8番タシット4番手、今最後に1番のシルバリリーブスの入線です。です。東京競馬11レース、今日のメインレースは第26回東京スポーツ杯2歳ステークス、今年から G2 に昇格しました芝 1800m 12頭立てです。出世レース、過去10年の勝ち馬のうち6頭が後に G1 を制しました。うち3頭はダービー馬です。さあ今年ここを勝って飛躍する馬はどの馬になるでしょうか。芝コースコンディションは良、枠入りは順調です。最後はダンテスビュー、12番ゲートに促されます。入ってゲートインが終わりました。スタートしました。バラついたスタート、7枠両党スカイフォールアルナシーム後方です。まず2コーナー先行争いは6番ナバロンがやはり行きました。6番ナバロン先頭、7番デリカテスが追って2番手、ピタリと2番手につけて向こう正面に差し掛かります。3番手2頭、うち2番テンダンス、外11番テラフォーミング、この2頭の間にいた5番レッドベルアームは少し下がって現在5番手です。中段のインコースが3番アサヒ、外目は8番のグランシエロ、向こう上面中ほど4番当選バンドが追走で、後方外目から10番アルナシームがぐんぐん上がっていきました。中段外目です。残り1200、1番イクイノックス今日は後方のインコースを追走で、あとは12番ダンテスビュー後方から2投目。からテラフォーミングが追ってきて残り400、坂を登ってくる、内から2投目2番のテンダンスが伸びてきて、さらには3番のアサヒ、1番外は1番のイクイノックス伸びてくる、間は5番のレッドベルアーム、さあ先頭はアルナシーム、アルナシーム先頭、2番手からアサヒ、そしてイクイノックス、イクイノックスとアサヒが抜けれて、この2頭が競り合う、内2番のテンダンスは現在3番手、抜けた1番イクイノックスリードを広げる2馬身、イクイノックス先頭ゴールイン、2戦2勝で東京スポーツ杯2歳ステークス制覇。2着3番アサヒ、3着2番テンダンス。